こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ね何話そうかななんて思ったんですがね、最近ねやっぱテレビとか、まあ、ニュースとかね、ワイドショーとかそういうのもね ずっとねコロナの話題をやってまして、それでね結構ね不安になってる人って多いと思います。自分もね結構、まあ、不安だななんて、そんなね言葉をねよく使ってしまってまして、まあねちょっとね反省しなきゃななんて思ってるんですが、やっぱね、コロナじゃなくてもね、まあ不安っていうのはねいつもね付きまとってるもので、まあね将来の不安とかお金のね不安とか、あと仕事とか人間関係とかいろんなね不安ってありますよね。それをね自分はね結構その不安が大きくなって、まあ以前はねパニック障害とかうつ病とかそんなにもねかかってしまったことがあって、まあね不安ってなかなか消せないななんてそんな風にね思っておりました。それでね最近はねやっぱコロナですごく不安なんですけど、まあ以前先日ね志村けんさんも亡くなってしまって、まあねすごくねまあショッキング、まあ志村けんさんってもう小学校のね頃からもうずっと見てまして、ついこの間までねテレビで見てたのにね、それで亡くなってしまったなんて本当にねショックだったと思います。皆さんもね多くの方がすごいね、まあ、ショックだったと思うんですけど、そうするとねそのね人の死っていうのがね、まあ、潜在意識っていうか、まあ、無意識のうちにねそれをねそれがね不安をねすごく大きくしてるそうなんですよね。例えばまあ、志村けんさんじゃなくてもね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなってしまったとか、自分の両親のねどちらかが亡くなってしまったとか、まあ、自分のね近い人が亡くなってしまうと本当にね、まあ、それがねすごいショックで、まあ、死へのね不安っていうか恐怖、それがね、まあ、潜在意識っていうか無意識のところにね植え付けられてしまって、それがね不安をすごく大きくねしているそうです。なのでねその死へのね不安恐怖、それをねなくしてやる、まあなくすことはできないかもしれないんですけど、軽減させてやると不安っていうのはねすごくね和らぐってことをね知りました。まあ自分はねこう昔そうやってうつ病とかパニック障害になってしまうぐらい不安が強かったんで、この話を聞いた時にね、あそうか、そのね死への恐怖不安をね軽減することができれば不安って小さくなって和らいで、もしかしたらねパニック障害とかうつ病にならなかったのかななんてそんなことを思ったんでね、ちょっとそういうものでねもし悩んでる人がいたらちょっとねこの話はすごい教えたい話だななんて思って、それでねこの話をしてるんですが、じゃあねそのね死へのね不安、それをね取り除くことはできないんですけど、和らげる方法はね何かって言いますと、それはね感謝をすることだそうです。まあ例えばね、まあ一番最近ですと、まあ、志村けんさんが亡くなってしまってすごくまあショックだったんですけど、まあ志村けんさんにね、まあ、小さい頃からテレビをね楽しテレビで楽しませてくれて本当にありがとうございますとかね、そういったことを言って感謝するといいそうです。あとね、まあ家にね仏壇とかそういったものがあって、まあいつもね拝んでるような方がいたら、いつもよりね長めにこう、まあどの方がね亡くなったかちょっとわからないんですけど、生前にねすごく良くしてもらったこととかそういったことをね感謝する、それでねすごく不安がね和らぐそうですんで、ぜひね感謝すること、それをねやってみてください。それでね一番いい方法っていうのはその方に対してね感謝の手紙、まあ結構ね、まあ、こう真剣に長文で書くっていうのがねすごくねいいそうです。まあ、仏壇があれば仏壇書いてね、それでそれを渡すって形で仏壇のねどっか引き出しに入れたりするのもいいですし、まあね誰に見せるとかね誰かに読むとかそういったものではないんでね、本当にね感謝の気持ちをねそれに書いて、それで
まあ仏壇にね入れて誰かに見られたくないってであれば別にねあのそこに入れることもないんですけど、それをねやることによってかなりね不安が軽減される、あの和らぐっていうことなんで、ぜひね、まあ、不安で不安でしょうがないみたいな、そんな風にね思ってる人は死へのね恐怖、それをね少しでもなくす、まあなくすことできないかもしれないですけど、和らげることで、不安もね小さなものになるっていう、そんなねことだそうなんで、ぜひともねこれ感謝することをねやってみるといかがでしょうか。はい、自分もねまあ以前ねうつ病とかパニック障害になるぐらいそんな不安症だったんですけど、今はねやっぱ言霊とかそういったのをね言い出してから、まあ、そういったこと不安もねだいぶやわらいでるんで、やっぱねこう天国言葉でも感謝しますっていうのはありますよね。それをね言ってる、誰に対して言ってるっていうわけでもないんですけど、まあ感謝の気持ちもねすごくね、まあ、人に対して、まあ、思いやりを持つ気持ちもね出てきてるんで、だいぶねそれで不安っていうのはね和らいで出るんじゃないかな、なんてそんな風にね思いました。はい、ではね今日は不安のね、まあ、正体っていうか、根底にあるものはね死への不安っていうことで、ね、話をしてみました。では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。